はいどうも皆様おはようございます。岡ジョライマーです。ユーティークラフトさん、佐賀県伊万里市のその超絶技巧で今話題になっているあのカーディテイリングショップさんですね。僕の塗装面が終わってしまっていたレクサス LC500 を見事に新車以上のクオリティにしてくれたあのショップさんですね。本日はですね、先日発表したばかりのあの新型シビックタイプ R 持ってまいりました。というわけで早速行ってみましょう。で、あちらに見えますのは皆さんご存知、北谷店長さんですね。おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり新車でも絶対傷とか水地にウォータースポットとかいろいろありますので、新車であれどやっぱり下地は一番大事になります。あの今見えないんですけど、はい、まあ、照明をこういうふうにすると、さっきまで見えてなかったシミ、こういうのですね、傷入ってますよね。あ、もうなんか細かい傷はついてますね。運転席はオーナーさんが大事にしてる車なんで、そーっと乗ると思うんですよ。そーっと握って、はいはい、でも友人とかお子さんいらっしゃる方とか、はい、ガツンやっちゃうんですよね。大体の車が助手席側が傷だらけですもんね。ドアパンしちゃうと思うんですよ。その時に、まあ、塗装が剥がれないようにここも貼ってあげる。透明なんで分かりづらいんですよね。ここよくぶつけちゃうんですよね。狭いところで壁にボンって行きますね。行っちゃいますもんね、はい、わざわざ県外から7時間ぐらいかけて来られた。7時間。動画見ていただいてありがとうございます。お願いいたします。はい、ほじくり回します。はい、まあ、スポーツカーなのでブレーキもいいのが入ってますね。はい、ブレンボがついてますね。ダストがすごいですよね。マットホイールって余計に汚れが取れにくいんですよ。このホイールはマットの方は絶対コーティングされた方がいいと思います。いや、早めに持ってきてよかったです。ちょっとこれアルカリの、弱アルカリの洗剤なんですよ、まあ、コーティングした後はあんまり使わないんですけど、シャンプーでいいんですけど、ね、強力なブレーキ汚れの時はこのアルカリを使った方がよく落ちます。電風みたいなのは何だって最初思いましたもんねこれは強アルカリですね。強アルカリ、みるみる綺麗になっていく。こういう汚れを、はい、あのこのまま洗っていくでしょ、ええ、そうするとこれに汚れがつくじゃないですか。でそれをそのままゆすがずに他のパネルに行くと、その汚れで汚れを洗うことになるんですよ。途中しっかりすすぎながら洗うっていうのを大事にしてます。ボディについた汚れをまずは高圧洗浄機でぶっ飛ばしていくっつ。あ、結構こびりついちゃってますね。そうですね、落ちないですねなんか最近その蜂の巣のようなハニカムメッシュっていうんですかね、流行ってますよね。流行ってますね。どこのメーカーも混乱してますもんね。コーティングで泣かせなんですよ最近のデザインは、下もこうですもんね。あ、本当だ岡森その洗剤何だったかな、強酸性のやつですね。そうです、正解です。やった。水垢とかそういったやつを落としていくやつですね。くぼんでるじゃないですか、はい、で水溜まってますよね、ええ、ここに薬液を垂らしてあげてきれいにしていきます。はい、素人は扱えないプロの洗剤だ。こういうドアノブの隙間ですね。あ、いくら高圧洗浄機で飛ばしたからって言っても、ええ、ここみたいに残ってるんで。あ、ここまでやるか、ビューティークラフト。いや、気持ちがいいですね。いいですね。歯間ブラシみたいでこれ普通用のペンキ用のハケなんですよ。これめちゃくちゃ柔らかいんで。本当だ、ハケっぽい。ホームセンターで買えますんでですね。しかも普通の洗車ブラシよりも安い。本当100円ぐらいで1本買えますもんね。うわ、コスパ最強。わ、やっぱ汚れ出てますね。やっぱ新車でもここ汚れ出てますね。やっぱ水が垂れていっちゃいますもんね、下まで。そこもめくっちゃいますか。洗いましょう。うお、気持ちがいい。ヒンジの部分までプレートかっこいいですね。もう僕タイプ R 買うとき絶対それつけるんですよ。プロジェクターって言って、このドアの下から、まあ、ちょっと見えにくいですけど、タイプ R って下にプロジェクターが。あ、これですか。そうです、そうですこれです。かっこいいですよね、これ。いいですね。ちょっと暗くしたらよく見えるでしょう、ね。はい、夜はもう主張がかなり激しいです。粘土でその鉄粉とか異物を取る作業してるんですけど、はい、この黒い点ですね。です、はい、しっかりこう見つけ出して取ってあげる。お、取れました、取れました。っていうのをしないと
こういう白い車なんか特に点々点々って目立ちやすいので、はい、新車でもやっぱついてるんで、新車はもう完璧っていうイメージありますけど、やっぱそういうわけでもないですね。モータープールにしばらく泊まってからそのお客さんのところまで配送されると思うんで、はい、知らないうちにどっからか鉄粉とか飛んできてるんですよね。これ1台やるのに何個燃料消費するんですか？いや、だいたい1個ぐらいしか使えないです。これも、はい、こういうふうに面変えていけば新しい面でできますんで。なるほど。ああ、虹が出ている今回まずエンブレムから貼っていきますね。はい、こういうフィルムです。剥がすとこういった色になります。新車のうちにこういうプロテクションはやっておきたいですね。お次はお目目、なんかめちゃめちゃ細長いの出てきました。これをスチームで温めて伸ばして貼り付けてって感じなんですね。おお。はい、それでは真正面から貼り終わったフィルムを見てみよう。ドーン。うわお。右のお目目だけなんかちょっとダークなブルーになってますね。タイプ R にめちゃめちゃ合いますね。ここが黒いから余計こう統一感が出たんじゃないですか。ホンダのロゴまだカットしてないですけど、ここもちょっとダークになってかっこいい。で、元々のそのヘッドライトにプロテクションを貼る理由としては黄色く黄ばむじゃないですか。紫外線でやられてああいう風に黄色くなっていくんですけど、ホンダは特にそれがものすごく早いんですよ。絶対フロントのヘッドライト貼っといた方がいいです。アテンザのヘッドライトですね。劣化したヘッドライトはこんなに白くなっちゃうんですか。なぜかこれはガサガサになってましたね黄ばんだから交換ってなって、これ18万ぐらいするって言われたんですよ。え、そんなにするんですかこれ。だったら家にリペアしてフィルム貼った方がいいよねということで、まさにこれですね。ガサガサになっちゃってますね。そうです。あ、皆さんこうなる前にフィルム貼りましょうね。おはようございます。おはようございます。お顔にマスキングが施されております。今回はこういうドアカップ、そしてドアエッジ、傷がつきやすいところ触っちゃいます。ここ持つとこじゃないです。絶対こうやると傷入っちゃうんで、黒いんでよく目立つんですよ。ここを貼ってあげて、でここも貼ってあげて、ドアパン傷防止貼ってあげて、まあ、今回のねタイプ R はセラミックプロに部分的なそういったプロテクションフィルムって感じで作業していただきます。覚えてますよ、これシングルアクションポリッシャーですよね。リアクションポリッシャーです。シロクマさんというか、これはちょっとカピバラに近いゴワゴワ感がこれが研磨力が強いウールバフですね。研磨力を落とし上げて、まあ、このウレタンにすると細かい傷を消すことができるんで、コンパウンドと組み合わせて使い分けていきます。今回は破砕型のコンパウンドです。磨いてるうちにどんどん粒子が細かくなっていって研磨力も落ちて、あ、そんな可変するコンパウンドあるんですね。これ見えますか、反射してる照明のところがちょっとデコボコモヤモヤつぶつぶっとしてる感じですよね。で、今磨いていただいたのはこちら。どうすか、ほらデコボコした感じ、つぶつぶした感じが消えました。新車でもこんなに違うんです。ぐるぐるぐるってなってるの見えますか。それがバフ名ってものですね。さっきのスポンジのやつで消すんですね。はい、線傷が何一つとしてなくなりましたね。こういう細かい傷、気になる人は本当に気になるんですけど、気にしない人は本当に気にしないものなんですよね。あ、そんな細長いタイプあるんですね。これドアエッジ用ですね。これは型取り用のロール紙です。こうやってやっぱり型作るんだ。ちゃんと形になっている。
うわ、ついに貼られていく。よくよく見ると、あ、貼ってたんだこれっていう、そういった自然なのが好きな人はこういった感じでおすすめですよ。あ、ここも型取りするんですね。そうです。ピタシ。お、いい感じですね。やった、貼って行きます。うわ、ぴったんこ。テールランプにスモークのプロテクションフィルムを貼っていきます。あ、最初はこんなにくちゃっとしてるのに後からピタッとしつくんですね。チームで柔らかくして伸ばして引っ張って貼り付けていく。お、伸びる伸びる、ストップ。究極のセラミックプロ QH、 これは一体どんな感じのコーティングなんでしょうか。前のファインラボは傷が自己修復する、熱で消えるって言ってたと思うんですけど、今回のは傷がつきづらい方です。こっちがしてなくてこっちがやってる方なんですけど、はい、こういう100円ライターあるんですけど、入っちゃいますよね。あらら、軽い力で簡単に傷つきますね。そうなんです。おお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 、めっちゃ力入ってる。これが、はい、あ、こういう風に、あらら、指でも取れるんですけどね。磨くと取れちゃうんですね。これライターが削れてるんですよ。ライターの方が削れちゃったんですか。コーティングよりライターの方が柔らかいんで、うわ、ゴリゴリ削れちゃいます。取れてますよ皆さん。ほら、今回はこちら究極のセラミックプロ QH コーティング、楽しみだ。そのマスクは何でしょうか。これはセラミックプロが出してるマスクですね。お、サイバーパンクな感じでかっこいいですね。塗装用のガンですね。コーティング剤入れて、はい、ホイールとかこういう形の入り組んだ細々したパーツに吹きかけて。おー、なんか独特な香り。体に悪いんであんま吸わないでください。あ、わかりました、シールドを閉めときます。次エンジンルームですね。はい、いわゆる汚れがつきにくくなる防音効果があるみたいな。若干ですね。なるほど、それスプレーした後に一箇所一箇所ずつ拭いていくんですか。そうです。うわ、やっぱ大変だ。塗るのは簡単、拭くのは大変。これは塗り込み用のスポンジとクロスですね。シャッター閉めてください。はい、完全密閉ですね。これを拭き取って塗り重ねていきますね。あ、乾かすのはどれぐらい時間を置く感じですか。だいたい1時間ぐらいですね。でこの拭いてる時に何回も拭くわけじゃないですか。拭き傷を入れるリスクものすごく上がるんで、個室作ってうちはやってます。あ、もやもやってしてるとこが見えるんですね、光を当てると。ええ、そうです、そうです。でここまでチェックして一掃終了ですね、はい、そしたら岡さんやってみますか。え、いいんですか。どうぞ。量はどれぐらい、これぐらいですか。もう少しかけていいと思います。それぐらいかけてあげれば OK ですね。はい、いきます。ほら、一層目は俺がいただいた。ほら、濡れてますか。濡れてます、しっかり。あの、このミラーシールドが濃すぎてちょっと見えないんですよね。抑え込みすぎると傷がついちゃうんで、ふわっとなぞる感じです。無理な力はかけないように。わかりました。お、結構抵抗ありますね。重たいんですよ。結構引っかかりますねこれ。重い、結構力入れちゃいそうだけど入れすぎちゃダメ。この部分ミヤ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 ってなってるの分かります。拭き取りが甘かったってことですか。全体的に難しいんですね、セラミックって。そうですね、やっぱまだまだ修行が足りませんね。まあ、これをあと3回塗りますよね。はい、で次トップコート塗るんで、まあ、実質5層なんですよ。5回塗ります。岡森、はい、どん。次は室内のコーティングですね。それはお、セラミックプロと書いておりますが、これはオープンカーのホロと、はい、あと車内の布ですね。マット、シート、天井、そういうところに使うコーティング剤ですね。車運転してて飲み物飲むじゃないですか、はい、でボタンとこぼしちゃった、まあ、そのまんましてたら普通に染み込みますよね。そういう時に、このコーティングしておけば、ちょっと見てもらっていいですか。おー、弾いてくれるんで。うお、この状態で、まあ、はい、例えばこれがコーヒーだとしてですよ、はい、このまま拭いてあげれば染み込まずに拭き取れるので。すげえ。はあ、じゃあ今回は内側からも外側からもどっちからもやっちゃうということで。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、スプレー式なんですね。ええ、結構びちゃびちゃに。
あ、本当だ、結構ビチャビチャ。でも匂いはないですね。パイプあるのはバケットシートがコーティングされていく。お、アルカンタラに染み込んでいく。室内コーティングやってみます。くらえくらえ。え、これぐらいかけちゃっていいんですか。いいですよ、どんどんかけてください。うらー、こんなお高い溶剤を。あ、ちょっと手が疲れてきた。左手チェンジ。おら、両方向こんな感じですね。はい、お疲れ様です。はい、タイプ R を預けて約2週間、果たして本当に新車以上になっているのか。それでは早速見に行ってみましょう。一体どのようになっているのか。おおプロテクションフィルムを貼っていただいて、どんなに触っても傷がつかなくなりました。で、そしてほら、綺麗に貼っていただきました。テールランプが綺麗にスモークの PPF 貼られてます。うわ、かっこいい。新車以上のクオリティとはこういうことですよ皆さん。 iPhone じゃどこに貼ってるのかあんま分かんないぐらいの綺麗にこのドアパンチの部分貼っていただいてます。まあ、このバラバラってなってるのをこういうふうに。ああ、水がなくなっていく。水が、水を押し流してるんですね。そうなんですよ。気持ちがいい。水はじき、水が水を洗い流す。つるっつる滑ります。見てください、つるつる、カチカチのテッカテカやぞ。ホイールの内側も水がつるっつる流れてってますね。キャリパーもつるっつる水が流れていきますよ。おお、コロコロこれは本当に水ですか。水ですね。なんかビーズみたいになってますけど、すごい、水が一切定着しない。鍵にもプロテクション貼れるので、はい、こんなちっちゃいのも磨いていただいたんですね。磨きました。 ありがとうございます。しかもこれフィルム貼ってるんですよね。そうですね。おお、ありがとうございます。太陽の下を見てみよう。どう、わおこのね、蛍光灯だらけのところで見るととはまた違った、このすごいこの引き締まった感じがするんですよね。どうですか皆さん、僕の個人的な感想としてはですね、このチャンピオンシップホワイト、このホワイトにカッチカチにこのセラミックのコーティングをするとですね、なんかさらにギュッと引き締まって高級感が1段と2段と増す感じがするんですよね。ほら、この辺ちょっと文字映ってるでしょ、看板の。この辺の解像度がやっぱ新車じゃコーティングしなきゃ映らないレベルのこの輝き、まるでシビックタイプ RRR になったかのようなこの入れたち。ビューティークラフト方式ということで、新車でもちゃんと磨きを入れて下地を作ってきれいにセラミックプロ QH のコーティングをしていただきました。これ僕個人的な意見ですけど、明らかに新車よりも上の領域にこれは行ってます。はい、彼らの動画を見たとお伝えいただきますと、なんと 10% オフ。詳しくはビューティークラフトさんにお問い合わせください。というわけで今回はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。